大好きですか。大好き。遊びに行きますか。基本発言ですよ。女はこと基本断るっていうふうになってんだけど、彼女は可愛いから気にせず受かるんじゃねえかと。いや、今日よろしくお願いします。先生、見てたらそういうんですけど、かっこいいと思って。踊ってる、こしゃってます、こしゃってるみたいな。これですか。それはいいんだ。見ろよ、おお、がっつりやね。すごいな、緊張してきた。緊張するな、始めました。結構車になってる、材料結構いっぱいあるし。コンコン、こんにちは。ちょっと感じやわ。マスコットとか見たいわ。何でしょう、忍者。忍者、いや、なんか緊張するね。いや、カメラもなんて、うわすごいな、かわいいじゃん。いや、マスク取ってほしいわ。そう言って言われたと緊張するね。恥ずかしいとか言うのか、なんか、カメラの力で言える。いや、そのままだよ。だいたいだって僕結構あるんですけど、そういう人と。だいたいちょっと全然違うやつが出てるんで、全然普通にかわいいじゃん。これでもつけたんですよ。あ、そうなんですか。どうするのか。女は禁止だぞって言ってるけど、まあ俺も電話で、いやちょっとそうだって、本当にゲーム経験何年もあるらしいわ、みんなやってるらしいぞ。面白そうじゃない、うん、リュウジさんなら絶対いる、絶対合格させそうでしょ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。まあ、今うちの会社っていうのは俺が面接して、まあ、ちょこっと喋っていつも、あ、まあ人間性だけ見て友人たちが最終的に面接するんですよ。女はこと基本断るっていうふうになってんだけど、まあ、彼女は可愛いから、まあ、行って面接受かるんじゃねえかと、うん、面接受かるっていうかね。でそれをちょっと仕掛けてもらおうかなって言ってるよね。で足場の会社でも働いてるもんで、材料の名前とか結構わかるでしょ。で、まあまあそこをまずくぐり抜けなかったね。まず会うとこまでたどり着かなかったね。いける。じゃあ俺も早速いきなりリュウジに電話して、電話で喋ったら、まあ足場やっとって YouTube とか見とって、まあ顔も可愛いし、まあちょっと現場もずっと何年ぐらい行っとったっていう、3年ぐらいで行っとったっていう。あ、じゃあちょっとあの目の前 でちょっとリュウジに電話しよっか。はい。あ、ちょっとリュウジ、いや、なんかここで内緒で聞いとってよ、静かにね。あ、リュウジ、お疲れ。あのね、なんかさ、求人でなんか面接来たんだけど、はい、なんか女の子なんだわ。女の子だけど、なんか現場3年ぐらいで取るらしいぞ。3年ですか。うん。足場でってことですか。足場でやってるって言って、本当にって言ったら、いや、戸建てなんか一人でやれますって。え、いや、本当に、まあまあ。で、俺テレビ電話で喋ったら、まあまあ可愛かった。可愛かったマジマジ。ちょっと一回目YouTube 映えしそうかなと思って、お前どうかなと思って、一回ちょっと面接してくれんかなと思って。一回どうしよう、じゃあ繋ごうか、連絡先送っとこうか。あ、了解です。うん、お疲れ。はい、お願いします。失礼します。笑えてきちゃう。で俺一応あいつに LINE 送っとくわって言ったけども、そっちから電話しちゃえばもういきなり、あ、なんか社長にはかけろって言われたんですけどねとか言って、まあ顔を映さんもいいかもしれんね。いきなりなんか顔を映したらYouTube でバレるかもしれない。で、向こうがもしかしたらテレビ電話してとか言って、そっちで友達に届いてもらってよ、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、失礼します。悪魔の顔してるな。ダメ。それはメッシ整形失敗しただけだろ。お疲れ様です。お疲れ様です。緊張してるからちょっとギャルが増してます。ギャンギャルス。ギャンギャルギャンギャルス。大丈夫。いや、肩にやるさっきから。
緊張してます今日6時だったやつが6時半になってる。6時半だった LINE が来たって言ったら、それちょっと見せてよ。あんまそんなの聞いてないから。サソリです、追加お願いいたします。あ、LINE 送ってたから、お電話で大丈夫でしょうか。電話勝ちなんだ。不在着信。いきなりビデオかかってきて。ビデオ最初からですか？最初からですか？もう買いたいばっかや。本当に。だってこの前男の人の時普通の電話してました。ね、普通の電話ってね。そう。お疲れ様です。はい、可能です。いつからご都合よろしいですか？ちゃんはいつ、あ、サソリちゃんはいつか空いてますか？サソリちゃんのやつ。3にしろよって面接。最初にね。で、あ、今日よろしくお願いします。おはようございます。6時半宮崎本社でお願いします。ちょっと遅れてすいません、もう何もないんだおめでとう。ではですね、ちょっとじゃあちょっとショートにお願いします。はい、ショートがちなみに知ってるからね。そうですね、同じ協力者なんで。協力者、そしてあ、ショー、はい、お疲れです。お疲れ。なんか遅れとるみたいな。あ、じゃあ多分どこか行ってくるっすね。普通にそのままトラックで行けばいいのに。あ、そういうことな。しかもすいませんも何もないぞ、今日6時半でお願いしますって今来たでね、10分ぐらい前のあいつバーがどんなに自分勝手なんだみたいな。やっぱでもそのレクサス見せたいんでじゃないですか。そういうことか。あ、そこから。そういうことか。ここの職長。ああ、もうトラックでそのまま乗りつけるんじゃなくて。あ、やっぱレクサスで登場したらやっぱかっこつけんな。あ、何来た。はい、そう、何来た、何来た。中に入っててください。あ、中に入っててください。面白くなってきたぞ。ちょっとじゃあ合流後だな。了解です。うん、よろしく。はい、します。ガチで仕掛けてるか。します。ショー。はい。あのさ、はい、こっちでモニタリングするもんで、ね、はい、その今一緒におるサソリちゃんの携帯で俺また電話つなげるんだ。サソリちゃんの携帯をどっか隠せるようなとこ準備しといてくれ。とりあえず準備しといてな。よろしく。もう暗くなってきたら、まあ、ぼちぼち、あ、6時4分。やばい、早く行かないといかない。いや、ぼちぼち、リュウジ電話してみよう。分からん。もいます。あ、リュウジも始まった。あ、僕今からちょうど本社行くとこです。あ、なに、どこ。あ、どこです。あれ、6時じゃねえの。俺らもじゃあ間に合うかな。ちょっとまだ今からちょっと動画パッと撮るもんで、はい、まあ、すぐ終わるもんで、6時半間に合うか間に合わんかか、ま、うん、ぐらいかな。あ、わかりました。お、とりあえずじゃあ急ぐわ。はい、お願いします。うん、ね、顔え、早く行かないともう10分15分で着くじゃん。あ、行きましょう、行きましょう。行きましょう。あ、ここからも。はい、被らないですね。お邪魔します。あ、あ、あ、カメラ置くな。片付かなかえ、来たんですか。緊張するなら足、ね、足トントンでやって。緊張しますわ。ね、姉さん緊張してるっす。姉さん緊張してる。え、スーパーどこにいるの、リュウジさん。今トイレかな。なんか飲み物取れた。座ってくださいね。失礼します。あ、社長も社長コート着てる。あ、そうなんですか。作業ちょっと組み立て行ってきて。そうなの。え、足場を組めるんだったっけ。組めます。民間住宅内ですね。あ、新築関係は全然。新築関係はそんなにいいです、うん。まあ、3人で行けば、まあ、まあでもちょっと1日かかっちゃうかもしれんな。もしかしたら1日かかっちゃうかもしれない、うん。
就職して、本当に何か横向いちゃってかっこつけて目見て喋らんもんないです。なんか仕掛けさせるか。あ、来た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 。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、取り替わりました。面接してるよ。どんな感じなんですか。ちょっとなんかこうやって直視しない感じ。直視しない感じ。緊張で暑いです。ちょっと YouTube のこと聞いてみようか。なんか適当に YouTube とか出たり、私も出たりできるんですか、とかさ。全然サソリか、サソリ頑張れ。ちょっと緊張して、あの YouTube の話をちょっと触れなさそうだったら、ちょっと足コンコンってやってください。YouTube とか出れますかね。出れますか。出れます。出れますって言ってる。TikTok、 TikTok の話とか振っててもいいよ全然。リュージ知っとんだろ TikTok。知ってますね多分。TikTok やっとるのとか全部知ってるらしいで、インスタとか。いや多分見とるっすよ。いや見とるよ。ちょっと言ったって。いける？サソリ頑張れ。テラス伸ばして。めっちゃ緊張したもん、サソリが。いや、私 YouTube マジで出ないんですよ。そっからいきなり高いとか、なんか、目が覚めないとか。楽しみ。サソリ、その話は俺は聞きたくねえんだよ。早く行け。行くんだ。マジ楽しみ。サソリ行くぞ。緊張してるし、暑いし。めっちゃ緊張してますよ。あんな TikTok でガッツリやってるのに。TikTok、TikTok はでもなんか自己満なんで。自己満なんですか。自己満です。結構知名度あるよね。え？結構知名度あるよね。あ、きつい。見てください。チャンネル登録してくださいって言って。じゃ、あのフォローしてください。よし、今だ TikTok の話するんだ。行くんだ。いやもう一回一回終わっとるんですよ。終わっちゃってるんですね。話変えとるぞ。でももう行けるでしょ。いけるでしょ。なんか TikTok であの私こういうやつ撮っ て、 って、あ、ちょっと今見てもらえますかとか言って、行ける。サソリちゃん頑張って。ちょっと待って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 。力で。言わせたいことある。え、やっぱりリュウジさん、なんでそんなベストにいいんですかみたいな。ああ、いいどんどん褒めてほしいです。褒めてほしい。で、その表情が見たいです。リュウジさん、悪い時だけ頭取れ。リュウジどんどん褒めて、あの一番 YouTube でも私、リュウジさん推しなんですよって言って、で、なんか腕太いですねが一番喜ぶらしいわ。リュウジ腕相撲とか、腕相撲めちゃくちゃ強い YouTube 見ましたよとか言って。YouTube 見てたりするんですけど、あ、来た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 。腕太いじゃないですか、うん、かっこいいと思って。大体みんな腕太いでしょ。大体太いですか。腕太いよーちょっと待って。もう入れ墨いく。出せる。まだ入れ墨とか大丈夫ですかね。あ、行った行った行った。見なきゃ大丈夫。見なきゃ大丈夫。表面にやっと入ってるから。結構入ってるんで見てもらっていいですかって。そうだね、入ってるもんね。もうちょっと欲しいよね。でもなんかな、だいぶちょっと緊張がほぐれるのかとか、ちょっとタバコ一本休憩するか。それじゃあ、俺はちょっとタバコ休憩するで、ちょっと緊張ほぐしてよ。せめて言ってよ。ラジャーだったら付けの下コンコンって言ったら、オッケーって。ああ、余裕そうまあ余裕だね。本当悪い顔してんね。ちょっと緊張しすぎて何も言えんもんなの。あいつ俺が来ると思うと、ちょっと一回もう来れんって言おうか。今終わったけど次の撮影があるって、北山家撮影って言ってあるから。はい、お疲れ様で。聞こえてましたら付けましたトントンお願いします。ちょっと多分リュウジがあの、ね、俺らが来ると思って、なんか世間話ばっかりしとるから、ちょっとリュウジに電話して、あの、もう行けんくなったっていうことを一回電話して。でも知り合いの子は、それまで来るでしょ。とりあえずリュウジに電話して。14歳くらいで、働いてて。あ、リュウジ、どう？来た？はい。
いますよ。はい。お、お前おる？今。じゃあ今から飯食うことになったもんで、とりあえずまあ飯を食ってきやってなったんで、飯食ってくるわ。パーティーがです、ほら。え？え？もういい？面接どう？予定どんな感じ？まあ一回まあ体験に来てもらって考えてもらう感じでも。あ、現場一回あのやれそうなの仕事。全然まあ話聞いてる感じは。あ、本当。はい。あ、了解了解。うん。うん。まあ、またじゃあ、あの教えて。了解です。うん、よろしく。はい、お願いします。ちょっとサソリちゃんまだ全然取れたくないで頑張らなかった。とりあえずリュウジ褒めまくろうぜ。リュウジさんをしか水に出すかどっちか。リュウジをガンガン褒めちぎれる。電源落とすとこだった。いける？サソリちゃんもっと。あ、やばい、リュウジからこっちにかかってきてます。出るな出るなやばいね。なんかよあ、じゃあ出てみようか出てみようか出てみようか、面白い面白い。スピーカー出てる。あ、ちょっと待って、こっちになんか勝利が出てる、ね、あ、もしもし。今日はい、まあ、一応来週の頭から来る感じで、まあ、一応体験みたいな感じで。え、どんな子なんです、大丈夫ですか。うん、まあ一応話聞いてる感じは。まあ分かんないですけど任せます。その辺は、まあ、戦略っていうか、まあとりあえずまあ一人おるみたいな感じかな。人数合わせみたいな。ああ、でもさっきでも僕トシ君と喋ってたんですけど、なんかもうやばくないですか。女だもんで、うん、まあその YouTube で使うか分からないですけど、明日は多分無理っすよね。まあそれも余裕か見て一回体験に来てもらって考えるんじゃない。ああ、そうそう、まあどっちに来る方が。どうなんですか、可愛いんですか、うん、で顔は実物は変わらんよ。なんかすよ。了解、よろしくです。はい、お願いします。ご了承だな。サソリもっと頑張れ、もっと頑張れよ。ちなみにショーがあの顔可愛いんですかって言ったら、変わらんねって言ったよ。どういうこと変わらんねって。目の前にして可愛いねって言う方じゃん。言えもんじゃないです。みんな優しく教えてくれますかね。全然みんな優しく教えてくれる。なんなら多分女の子だからと思う。恥ずかしがりの方がいいですか、やっぱり。シャイですか、はい、シャイですか。シャイです。ちなみに電話でショーは、あのいやもうやっぱ女はダメですよって言ったら全然いいよとか言ったもんね。他の人が、私女の子で嫌がんないですかって言って聞いてみて。え、でも嫌がんないですかね、みんな女が来て。でなんかやっぱ最初は女だからそこできるのっていうのはやっぱ始まっちゃうから、まあそこで、そんな男みたいに仕事するのは全然絶対に。優しい優しい。俺行きましょうって言いました。会社前まで行こうか。もう一人入っていくわじゃん。ちょっと面白くないな。なんかちょっと一緒に行こうか。シャイですか。私ですか、うん、いや、そんなことはないと思いますけど。そうですね、あんな TikTok で喋ってるしね。え、結構見てますか。こうやって見とると出てくるじゃん。あ、はいはい。最近の見ました。一番最新のやつ。だいたい見るのはその、何だったっけ、ライブ。あ、ライブ。そう、それを見るから。ちょっと見てください。ちょっと見てください。踊ってる。腰振ってます。腰振ってるっていうか。よし、今目の前ついてるね。もう元ガンガン下げてよ。もういける、もういける。なんかシャツ着るトントンでやってください。いや、なんか、あ、いける。よし、もうちょっとじゃあ粘らせる。まだいかんでいいでしょ。もっと面白いことやれそうだったら下トントンでやってください。お、いける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 。頭でいいだろ。面白いこといける。まだじゃあちょっとじっくりね、時間かけて。みんなに来てくださる。みんなに来てくださると思う。来てくださる。来てくださる。みんな女大好きだから。大好きですか。大好き。大好きない男はいないでしょ。じゃあ一緒に遊びに行ってくれますかね。全然遊びに行ってくれ。遊びに行ってくれますか。遊びに行ってくれますか。浮き発言ですよ。浮き発言ですよ。俺入ってるでしょ。入れ墨とか出せる。
俺が行くわ、じゃあね。よし、じゃあ、また作っとくださいってね。俺の。お前らさ、頼むぞ、2人でな。聞こえます。おー、スリー。あれ、ちょっと来てたよ。おー、見ました。お疲れ様でーす。今帰るから、あ帰るから、あ帰るから、あもう終わった、あましちょっと出ました、大丈夫なんで、ちょっと始めましたよ、始めました、期待しとってよ、来るのちょっと忙しくてこれかなと思ってさ、ちょっと音がしたよ、はいはい、音が聞こえちゃう、はいはい、どうなった緊張してた、え、どうなった、まあとりあえず体験みたいな感じで大事な月曜日から来てもらって、ほういいじゃん、じゃあ聞いてたら TikTok なんだっけね、やってます、見せる見せる見て、携帯持ってた、携帯車持ってきてんの、早くない、聞いてます、フォローしとんだってTikTok で、そうそうそう、早いですね、なんで一回立ちたらで、ゆとりのマークですね、ゴム入ってますね、えどれくらい入ってます、もう揃っちゃってますね、嘘マジ、あー、見たいできる、見たいできる、やべ見たいよね、見たい、見ます、見たい見たい、いいよ、見せていいの、うわ、ほんとやん、ちょっと、あ、ちょっと、服にいいな、左右にいいんだろ、これだ、それがいいんだろ、すごい、すごい、すごい、俺もちょっとケイソとしてだよ、それ現場のレッシュが見たい、見たい、ケイソとしてリズム見とかないと、やっぱうわ、がっつりやね、そうですね、やっぱ私ですか、あ、リーシャン、ほんですか、リーシャン、リーシャン、リーシャン、どういうところが好きなの、腕太いとか、ああちょっとお茶目とか、あ、お茶目お茶目だって言ってたから、ほんと、一番リーシャン好きなの、まあ、その時は心配かな、やばい、リーシャン回す、カメラ回します、聞いてますね。お疲れ様です。お疲れ様です。やってますね。嘘つかないでください。出とったもん、ガチガチやったもん、完璧にしてた、全然バーッと入ってなかったわ、俺が来ても全然解けるとこ分かった、いや、分かったよ、ちょっと、動画、ネタとかもうちょっと分かった、ちょっと言うか、話しとって横なんかおかしいな、絶対そう、絶対そう、嘘つくな、社長と喋ったじゃないですか、社長と喋ったじゃないですか、社長の電話がなんかおかしかった、なんか片方イヤホンなのおかしいですちょ、もっと誘いに来たわ、あのちゃん、いや、緊張して予定だったのに、もういいそんな感じがもう、オーラ出てますもんね、なんですごい、なんかどうしようよ、どうしようよ、最初は知らなかったと、うん、ここに来て、社長の喋ってその写真見てたあ、でもそこで返事しとるじゃないですか、ずっとあと、コーヒー入れてるんだ、いや、いや、コーヒー入れてますよ、はい、じゃあ皆さん、はい、今日の仕掛けは、まあ、失敗でもないけど成功でもないぐらいか、リュウジさんが関与すぎ、関与すぎ、いや、俺バレてなかったと思う、ササミちゃんがダメちょっとビビりすぎとったビビりすぎとった、まあでも面白かったんじゃん、俺はもうこれ見てるだけでもうワクワクする、いや、クシャ内の二人面白そうでしたよちょうど楽しそうだった、悪魔の顔してた二人とも皆さん、あのサドルちゃんもあの TikTok インスタ、まあ、前紹介しようか、してある、紹介しようよ、まあ、ぜひ、あ、前してないですよ、まだ作ってない、 TikTok とインスタでしょ、じゃあ皆さん、じゃあチャンネル登録いいね、よろしくお願いします、はい、お願いします、せーの、一緒にまた見てー